こんにちは、松尾修造です。今日はですね、アップルの、創業者でもあります、スティーブ・ジョブズさん、ね、亡くなられましたね。癌で亡くなられましたけど、本当に、偉人の方が亡くなると寂しい限りでございますけどね、iPhone、iPad、それから、などね、iPhone、iPad、iPod もね、ありますけどもね、本当この i という字をこう世に出したのもこの方じゃないかな。小文字の愛っていうのはね、日本の愛っていうのもね、意地ですけどね、本当に親しみやすいのを、うまい具合使ったと思うんですけどね。まあもう皆さんこの方のことよくご存知だと思いますけどね、大学を中退してましてね、中退した理由が、その大学の教授より自分の方が賢いと思って辞めたそうなんですけどね。それから大学を結局中退しましたんで、どこだけでしたかね、スタンフォード大学卒業式にある時呼ばれたらしいんですよ。これまたこの動画貼っておきますけど、この時のメッセージが非常に良かったということでね、よく YouTube で載っております。またこれも書いておきますんでね、よかったら見てください。で、このスティーブ・ジョブズさんなんですけどね、本書かれてましてね、その本に書いてあったことがね、たくさん、まあ、いろんなことを説明したいんですけど、まあもうよく今書かれてますからね、ちょっとこう抜粋して、見たんですけどね。死があるから新しい命が生まれ、希望や夢が継承されるとかね、日々を最後の日として生きよう、その日は謝ることなくやってくる、ね、それから、宇宙に存在するものなら自らの手で生み出すことができる。これもすごい言葉ですよね。宇宙に存在するものなら自らの手で生み出すことができる、何でもできるっていうことを言ってるんですよね。強烈な自負と自信を持ち、猛烈に働くことが成功の原点だ。ねえ、すごいですね。心の底から思い込め、でなければやり遂げる意味がないとかですね。毎日18時間働いた、みんなそれを楽しんでいたとかね。対策を持たない限り、行き着く先は死だとかいうことでね、そういう本に書いていた言葉をちょっと抜粋したんですけどね。本当に、まあみんなが今、スティーブ・ジョブズさんね、してますけど、ピクサーっていう映画を、が会社あるんですけど、そこをね、アップルを一時解任された時に、その映画会社みたいなのを作りまして、そして今、そのピクサー、は、この、あそこですね、ディズニーを買収までね、したということに、ね、なってましたけどね。非常に、この、スティーブ・ジョブズさん、素晴らしい人だったと思いますけどね、今日はスティーブ・ジョブズさんのお話でした。最近ちょっと話のまとまりがないというかね、自分で思ってなんか自分で言ってながら全然分かってないような感じしますけど、どうですか皆さん、分かれへん、はい、すいません、素直に謝りましょう、こういう時はね。なんか言わなあかんことが頭の中ぐる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 回ってまして、もう全然まとまってませんけどね。以上、松尾修造でした。